はいどうもこんにちは、しゅんじです。今日はこちら、じゃじゃーん、タカラトミアーツ、ミッキーマウスとロードレーサーズのガチャ、プルバックレーサーカー全3種類見ていきたいと思います。今回ね、セット売りを買ったんじゃなくて、自分で回したんですけど、なんとね、3回で全種類出るっていうね、ミラクルが来たんで、いや、それではね、早速見ていきたいと思います。まずカプセルの色ね、赤色に、で、こちら、白色ですね。これ、グーフィーかな。で、3色目が黄色になってます。これはね、ドナルド。カプセルの色分けはこんな感じになってました。それではまずは白色のグーフィーですね。グーフィーから見ていきたいと思います。じゃじゃーん。おー、よくできてるこれ。で、カプセルの中にはガイドブックですね。プルバックレーサーカー全3種類ラインナップが書いてあって、あとね、使い方、遊び方が書いてますね。平らなところで一度後ろに転がして手を離して走らせてください。チョロ Q みたいな感じかな。では、袋の方をチョキチョキっとカットして、取り出します。よいしょ。はい、出てきました。グーフィー&お風呂ターボ。わ、めっちゃ可愛いですね、これ。グーフィーの表情もかなりいいです。はい、まず前から見て、はい、横はこんな感じですね。あ、お風呂使ってる。あ、すごいすごい。細かいところの塗装なんかも、すごい綺麗にできてますね。はい、くるっと回して、反対側こんな感じですね。ではね、持って見ていきますね。まず、グーフィーの表情こんな感じで、すっごいね、可愛いんですよ。ちょっと笑ってるのかな、これ。いいですね。ヘルメットかぶって、お風呂。お風呂じゃない、お風呂だけど、うん、車に乗ってる。はい、前こんな感じですね。エンジンすごいですね。かっこいい。お風呂の前にエンジンっていうね。斬新ですね、かなりね。かっこいい。この辺のパイプのところのアルミ感のある塗装なんかもね、すごい綺麗ですね。で、横こんな感じ。フロントタイヤの方がちっちゃくて、後ろのタイヤの方が大きくなってますね。で、タイヤはゴムでできてますね。わー、いいですね。この辺のパイプの作り最高です。かっこいい。で、グーフィーのね、ゼッケン番号8番と書かれてます。はい、後ろこんな感じ。サスペンションがある。いいですね。細かいところの作りもしっかりしてて。で、で、グーフィーの後ろには可愛い、これね、シャワーがついてますね。あ、この形もなんか本当によくできてる。で、反対側のサイドこんな感じですね。で、底面はどんな感じかな。おー、こんな感じ。はい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 。特に細かい作りにはなってないけど、綺麗に塗装はされてますね。大きさなんですけど、トミカのグーフィー&オフロードターボと大きさを比べると、はい、こんな感じですね。あ、ちょっとちっちゃいかな、こっちの方が。ちょっとちっちゃい。ちっちゃいけど、作りはいい。ガチャとは思えないぐらい作りいいですね。横、斜めちょっと上から見ると、こんな感じですね。ちょっとちっちゃいけど、作りは良くて、本当にね、細かいところの塗装なんかも、このトミカと同じような感じになってる。で、後ろから見るとこんな感じ。あ、こっちの方が、なんか幅広い。あ、そうだったんだ。プルバックレーサーカーの方が大きいんじゃないかな。あ、ほんと、後ろね、プルバックレーサーカーの方が大きい。あ、こっちの方が大きかったんだ。上から見た時に気づいたんですけど、これね、プルバックレーサーカーは下半身がね、こっちないんですよね。こっちはトミカはある。いやいやいや、トミカにね、本当に負けないぐらいの作りになってたんで、本当びっくりしましたね。こんなに作りがいいとは思ってなかったですね。では、プルバックカーということで、下に置いて、後ろに引っ張って手を離すと前に進みます。行きますね。えい行きますね。壁に向かって当たっちゃうけど、えいあ、これ早い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 。これなんかミニ四駆のコースとか走らせたい。いきます。どこ行った？作りもかなり良かったけど、走りもね、意外と早かった。それでは2個目のカプセル見ていきますね。黄色です。じゃじゃん。出てきました。ドナルド。何喋ってるかちょっとね、わかりにくいドナルド出てきました。袋の方をちょきちょきっとカットして、取り出します。黄色のカプセルはドナルド&ダッグクルーザーですね。あ、これも作りいいな。とにかく塗装がね、すごい本当にいい。はい、くるっと回すとこんな感じになってますね。ではまずはね、ドナルドの表情から見ていきましょう。こんな感じ。なんだろう、ちょっとぼーっとした感じの表情になってますね。
で、ヘルメットのね、この塗装すっごい綺麗。ちょっとここ失敗してるけど綺麗ですね。フロントこんな感じ。このね、ボンネットじゃないけど前の方に救命用のね、この浮き輪がついてて、はい、横こんな感じですね。ゼッケン番号3番で、ホイールが、前が青色で後ろがねオレンジ色になってますね。大きさもちょっと違います。このね、横にあるロープとかも綺麗にね塗装されて、かなりねカラフルなんですよ本当に。で、後ろには大きな羽、カーズで言ったらちょっとねキングっぽい、大きな羽がついてますね。で、一番後ろテールとイカリですね、イカリがついてます。はい、反対側のサイドこんな感じで、グーフィーの後ろにはねエンジンが乗ってます。これ絶対暑いでしょうね、こんなに近かったら。僕が気に入ってるのはね、このねボンネットじゃないけどこの上の部分のこのウッドっぽい感じ、ここの作りが本当にいいんですよ、かっこいい。で、下から見るとこんな感じに、あ、なんだろう、グーフィーの時にはない感じのちょっと細かい作りになってるトミカ、ドナルド&ダッグクルーザーと大きさを比べるとこんな感じですね。前から見るとこちら、幅はね、さっき後ろはグーフィー、フルバックレーサーカーの方が大きかったですもんね。今回どうだろう、バックレーサーカーの方が結構車高が高くて、あと横幅がないんでなんかちょっと雰囲気変わりますよね。ちょっと気になったのがドナルドの頭がプルバックカーの方がかなり大きいんですよ大きくて目の色がかなり青色が濃い。斜め上から見比べるとこんな感じで、やっぱり頭が大きいのが目立つな。あとウッドの色が若干違いますね。まあ、細かいこと言っちゃうと、このね横のこのロープみたいなのも色が少しだけ違ったりするんですけどね。でもね、このホイールとか本当にね細かいところの塗装はね全く同じような感じになってます。後ろから見るとこんな感じで、どっちがプルバックカーだか分かりますよねこれすぐ分かる。頭でっかいですねこれ、めちゃめちゃでっかい。でも作りはテールとかこの怒りの作りはね本当にいいですね。あとタイヤのね幅が違います。ではドナルドも机の上に置いて後ろに引っ張って走らせますね。いきまーす。えい、おー、なんだ、ちょっとグーフィーの方が早いかなこれ。いきます、せーの、よいしょ。変わんない、あんま変わんない。ドナルドもよくできてましたね。トミカと本当にね、負けないぐらいの作りになってて、ちょっと気になったのがこの目ですね。青色の部分、ここがね濃すぎて可愛いけどちょっと怖い。それではラスト、赤色のカプセル見ていきます。最後に持ってきちゃいましたじゃ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 ーん、出てきました、ミッキー。ミッキーやっぱりね最後に見たいなって思って、はい、袋をチョキチョキとカットして取り出します。出てきました、ミッキーマウス&ホットロット。うわ、これかわいいですね。ちょっと気になるところあったけど、いやこれ本当にかわいい。これもちょっと頭大きいかなでは手に取ってね見ていきたいと思います。まずはミッキーから。あー、いい顔してますね、ちょっとニコッとしてる。気になるのが、さっきも言ったけど、ちょっと頭が大きいんですよね。頭が大きくて。で、気になったのが、このね、ヘルメットなんですよ。前から見ると、ずれてる。ずれてますよね、これ。ちょっと、こっちに行ってないですか？まっすぐ被れてない。で、これ、僕のだけかな？他のも全部こんなのかな？ちょっと気になるな。なんか耳の位置がおかしいですもん、これ。ヘルメットせっかく可愛いのに、あ、後ろから見たら、あ、やっぱりちょっとおかしいですよね。はい、前はこんな感じ。ここに隠れミッキー、エンジンのところにね、隠れミッキーがいて、ナンバー28番の文字ですね。で、横はこんな感じ。マフラーも綺麗にシルバーで塗装されてて、あとここにも大きく番号が書いてます。ホイールは前後赤色で、後ろの方が大きい感じになってて、後ろは大きな羽がついてます。またね、この大きな羽も可愛いミッキーらしい形になってて可愛いんですよね。あとね、テールも綺麗に塗装されてて、はい、反対側のサイドはこんな感じですね。ミッキーもね、綺麗に作ってもらってる。しかもね、ここに隠れミッキーがいてる。あ、さっきのドナルド隠れミッキーいたのかな？気づかなかった。僕ダメだ。気づいてなんかこう、隠れミッキーいたんだ。あ、なんか嬉しい、見つけれて。ではトミカのミッキーマウス&ホットロッドを見比べたいと思います。前から見るとこんな感じ。おかしい
ヘルメットずれてるよやっぱり。で車の作りもねちょっと色が違ったりするところもあるけど、うん、細かい綺麗な塗装されてて作り本当にいいです。はい、斜め上から見比べるとこんなちょっと後ろトミカ見えにくいですけどこんな感じになってて、長さはねあんまり変わんないんですよね。後ろから見るとこおかしいおかしい、ヘルメットちょっとねこの傾いてちゃんとかぶれてないよこれおかしいですね。あとテールのね大きさとかは若干違いますね。若干違うけど、うん、まあ同じような作りにはなってますね。ヘルメットをちゃんとかぶれてないっていうところはありましたけど、本当これも作りがいいんですけど、最後にね僕ね今こうやって置いてる時に気づいて、ホイールがねこれ隠れミッキーねいてないんですよ。これ作ってほしかったな。ここやってほしいですよね。タイヤは横白くしてほしいのと、それ言ったらちょっとわがままかな、ホイールはね隠れミッキー作っといて欲しかった。ではミッキーもね机の上に置いて後ろに引っ張って手を離して走らせます。えい、おー早い早い早い、えい、おおいやいやこれみんなで走らせてね競争させたら絶対面白いですね。おー今回はタカラトミアーツさんのガチャ、ミッキーマウスとロードレーサーズプルバックレーサーカー全3種類ご紹介しました。ラインナップの方が3種類なんでコンプリートしやすいんでいいですよね。ただ値段の方が1回400円とちょっと高めなんです。まあ作りはいいんでね、それなりの値段はやっぱりしてますね。プルバックカーになってるんで、走らせてね遊んだりすることもできるし、あと飾ってね置いとくこともできるんで、400円でも、うん、安い方だと思いますね。また気になった方はねよろしかったらガチャの方回してみてください。どれが出てもハズレではないんでね、おすすめです。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。